腹減ったんで昼飯作ってます。作ってるのは日清のソース焼きそば、大盛り 1.5倍。なんかシーフード入ってたんで真似してます。さあ出来上がったっぽいので一回ガス切って、お水が300。あ、こぼれた。300。いいか。ソース。青のり。沸騰してきたので、火をちょっと緩めて、水がなくなるちょっと前、そろそろかな。まだあるな。粉末ソースをかけて、よし、よし、完成。よし、お、風で飛んじゃったけど、よし、完成です。いただきます。おお、うん、この味、この味、このソースの味です。ソースのなんか懐かしい味ですね。がっつりいただきます。ちょっとお水多かったんかな。麺がちょっと柔らかい。シーフードミックスが凍ってたので、ちょっとそれの解凍に手間取って、少し遅めのお昼ご飯になりました。でもなんか大成功。すっごいシーフード大量に入れたんでですね、いい感じです。じゃあ、ゆっくり食べます。
はい、白滝ですけど、広島県産の原料を使ってる。まあこれにはあんまりこだわりはなかったんですけど、下茹で不要って書いてあったのでこれを買いました。今日の晩ご飯は見てお分かりでしょうけど、すき焼き、関西風のすき焼きっていうか、家で父が作ってくれてたのを思い出しながらやってみようかなと思ってますが、牛肉のすき焼き用って売ってなかったのと、牛脂ももらおうと思ってたんですけど、ありませんでした。牛脂の代わりには、油使います。あと、うちの父はお酒とか、ほとんど入れてなくて、みりんとかもなくて、砂糖とお醤油だけで作ってたような気がするんで、それでやってみようと思います。一応準備完了っていうところで、あとはお酒の用意をして、それから作ろうと思います。もうすぐ、太陽沈みそうなので、日没の前に、晩ご飯始めようと思います。気温は見えるのかな、24度。うん、ちょっとすき焼きなんですけど、ちょっと暑いかなと思いつつも、よし、始めます。お肉はですね、サーロインスライスオーストラリア産、すき焼き用っていうのはなかったので薄切りっていうやつ買ってきました。皆さんお察しでしょうが、火加減はどれくらいにしたらいいのか、いつものごとく分かってません。俺の中では中火って感じ。すき焼きはね、すき焼きはまず卵ね、ちょっと温まるまで強火にしました。溜まってきたので、焦げた。よし。まず最初に焦げた。でもいただきます。うん。今度は。一枚ずつ。やりますよ。よし。
うん、うまい。最初に焦がしちゃったんでね、これなんとかしないとずっと焦げ味になっちゃいます。いただきます。うまいっすよ。甘いココア、変わり。悪魔ですね、この砂糖は。よいしょ。豆腐いただきます、お豆腐。ああ、結構染みてる。あっ、怖い。分量間違えました。半分残っちゃいました。持って帰って何とかして食べます。ごちそうさまでした。